ATR72 から500マスウィングスは、マレーシアの地域航空会社。2007年に、マレーシア航空の100%子会社であり、2007年に設立された。フライアジアンエクスプレスが運航していた、ボルネオ島のサバ州、サラワク州内のローカル路線に、2007年10月1日より、就航している。フォッカー 50DHC-6 原油港などから、 経営不振に陥っていたマレーシア航空は2006年ボルネオ島のサバ州、サラワク州内のローカル路線の運航権をエアアジアに譲渡した。このうちマレーシア航空が従来 RAS として運航していたプロペラ機路線についてエアアジアは自社で運航せず同社の経営陣が別途設立したフライアジアンエクスプレスに運航権を再譲渡していた。しかし2007年になり エアアジアがフライアジアンエクスプレスにエアアジア X のブランド名で長距離格安航空部門に進出させる計画を進める中、マレーシア航空がペナン国際空港を拠点とするプロペラ機路線運航専門の子会社ファイアフライを設立するとエアアジアはファイアフライにボルネオ島内プロペラ機路線の運航権を譲渡しフライアジアンエクスプレスは長距離格安航空事業に 特化させる意向を示した一方、ファイアフライの親会社のマレーシア航空は、道路線の運行権の返還については受諾したものの、政府からの補助金を受けて運行する道路線については別途子会社を設立して対応することとしたため、マスウィングス社が設立され、同年10月1日から運行を開始した。なお、社名の表記は当初マスウィングスとされ、機材塗装上のロゴも、 同票期となっているが、運行開始日までにマスウィングスと変更された。ありがとうございます。